お願いいたします、はい、アメリカのバイデン大統領が今年初めてとなる記者会見に臨んだということなんですが、今回、どのような発言があったのでしょうか、解説をお願いいたしますそうですね、まあ、いろいろな話があったんですが、えー、今年の11月、来週の火曜日にですね、 中間選挙があるわけなんですねでこの中間選挙というのは、えー、下院議員の議席が435あるんですがこれ全部改選とそれからあー上院はですね議席が100なんですけどもそのうちの3分の1に当たる34ですね。 えー、34議席、えー、これが、まあ、改選ということで、えー、選挙があるわけですね、えーまあ、共和党も民主党も、現在民主党の方がですね、えー、下院では過半数を占めていてですね、えー、上院の方は100名のうち50対50だったんですが、うん、最近、ですね、えー、補欠選挙がありまして。 民主党が勝ったもんですから51対49ということで、まあ、ほぼ均衡するという状況になってるわけですね。で上院ではヒルバスターといいましてこれはまあ日本ではちょっとない制度なんですが、えーまあ、100議席のうちですね重要法案については60議席の賛成がないと。 議案が通過しないというそういうまあ規則があるんですね。したがってですね、この中間選挙で、まあ、両党、民主党も共和党もですね、何としてもこの上院の議席を増やしたいということですね、それから下院の方は今のところですね、民主党が過半数を取っているわけなんですが。 えーまあ、引退するという議員さんも出てきてますし、まあ、いろんな意味で、ですね、えー、これもどうしても勝ち,勝ちたいと、まあ、バイデン政権は民主党政権ですから、与党としては、ですね何、えー、としてもこの安定、えー、政治を行うためには、ですねこの中間選挙で勝たなければならないという、まあ、そういう使命があるわけですね。 したがって今回のバイデン大統領の記者会見、えー、公式記者会見ですがこれはですねバイデン大統領としても次の中間選挙11月の中間選挙をですね、えー、念頭に入れた形になったというのはこれはまあ当然のことだと思いますねでいろいろな話があったんですが、まあ、一番 うんまあ、私を含めて、えー、多分アメリカのマスコミもそうだと思いますが、えー、一番、えー、このバイデン大統領の記者会見の中で注目すべきは、ですね選挙を意識して共和党をですねかなり、 批判してるんですね、かなりというか、かなりひどく <laughs>、かなりどころではなくてですね、こっぴどくっていうんでしょうかね、えー、批判してる部分があるんですよ。まあ、あ当然のことといえば当然なんですが、それがかえってですね、えー、逆効果になったというような意見も出ているわけなんですが、 まあ日本でもよく言われることなんですが野党は反対のための反対をするということまあよく言われるんですがえ同じようなことを言いまして今共和党はアメリカでは野党ですからえこの 共和党が抱えている政権、まあ、政策ですね、政策、いろいろあっても、ですねよく考えてみれば、自分が副大統領をやってた時のオバマ政権の、うん、政策とよく似てるとで、自分は大統領になって、ですね、まあ、いわばオバマ政権で副大統領をやってたわけですから、これをですねよく、うん この政権の重要さというものをよく理解していると、そしてさらにそれよりもです、ね、優れた政策をしようということで、自分の方がそういう意味では、オバマ政権から一歩先をその進んでいるんだと、それに引き換え、共和党はです、ねえー、自分が副大統領をやっていた時のオバマ政権の <laughs> 政策の蒸し返しみたいなことをやっていると。 まあ要するに、程度が悪いんだと、新しさも何もないと、そして共和党独自の政策というものを何一つ打ち出してないと、したがって、えー、民主党を批判するための批判と、反対のための反対ということに過ぎず、国としては厄介者だと、<laughs> オブスタクルって言ってましたけど、厄介者に過ぎないというようなことでですね、 批判をしてたわけですでとはいうものの、ですねやっぱり国民の支持、バイデン大統領が就任してから今日までですねどれぐらいの国民が支持しているかということで、ごく最近の調査があるわけなんですけれども、ディスアプルーバル、要するに支持しないというのが、ね、52.5%なんです,ですから半分以上ですね。それから アプローバルというのはまあ支持するという方ですがこれは41.9%なんですね、えー、これを、まあ、あバイデン政権始まってからの当初の比率から比べるとですね、えー、支持率が相当落ちてるということなんですね、えー、さらにその将来のことについての調査いろいろあるんですが えー、ちょっとアメリカにとって好ましくないというのがです、ね、なんと 70%, 何でしたか、ね、70以上がです、ね、バイデン大統領が今、アメリカをこの持っていこうとしているつまりアメリカが進んでいる方向性とでも言いますかねこれはです、ねえー、よろしくないと、かなり悪いと。 いうふうにですね、えー、見てる国民がですね70%以上いるってんですからこれちょっとバイデン大統領も困った状況にあると思いますね、えー、それからあ、まあ、今度の中間選挙についてのですね下院とか上院のですね選挙になるわけですが その事前のですね、えー、いろいろ調査、あなたはあ共和党の上限議,議員の場合、えー、共和党に入れますかどうですか、えー、下院議員の場合はです、ね、共和党に入れますか、民主党に入れますか、まあ、こういうような調査があるんですが、えー、今のところはですね相当、民主党の方が部が悪いんですね、共和党の方が人気があるという結果になっているわけなんですね。 でバイデン政権に対して、ですね割と、まあ、日本でいうと産業界ということになるわけですね、あるいは財界と言ってもいいと思うんですが、産業界がですね割とバイデンを支持しなくなってきた、最初は支持してたんですけどね、だんだん支持しなくなってきた。というのはどういうことかって言いますと、うん この政策が社会主義的だというんですね、まあ、まあいろいろ日本でもよく言われますね、ばらまき予算だというふうに言われますが、うんまあ、その過剰福祉っていうんですかね、国民の人気を得るために、支持を得るために、えーまあ、過,剰過剰の,その福祉、あるいは支出をしていると。 そういうふうになると、ですねやはり産業界とかまともな人はですね、えー、単なる人気取りじゃないかというふうにして信用を落とすということもあるんでしょうね、まあそういうことをバイデンとしてはですね国民のためにと思ってやってもですねそれがまあ逆になったりすると、それでまあこのところバイデン政権になってから株価、 ウォール街の方もですね株価も年初来高値とあるいは史上最高値というものを、まあ、去年までは続けてきたんですが、えー、今年に入ってからですね私は <laughs> 手前味噌になりますがあ今年はですね下げ相場だということを申し上げておりきましたが間違いなくアメリカは下げ相場になりまして、えー、このままでいくとですね11月の中間選挙はですね 株価がどこまで下がるかわからないというような今、状況になっているわけなんですね、えーまあ、そういうことで、えーバイデン政権あ、バイデン大統領の記者会見が今日はありましたけれども、えー、どうもさい先のいいことになりそうもないという印象を受けましたね。うん、松田先生ありがとうございいますはい ラジオも評価の送信フォームよりお送りください松田俊用の高手で勝手